はい、皆さんこんにちは、バチです。A 後輩エキシビジョンマッチバーサスアミュやっていきましょう。まあアミュさんはね、第5世代から実況を始めてる方で、アグノム中と呼ばれている方です。動画タイトルはまあ、ポケットモンスターアグノム、ポケットモンスターアグノムっていうね動画を上げてます。はい、確か。ごめんなさい、あのね、調べてないとかじゃないんだよ。あのね、見すぎてね、タイトルわかんないんだよね。うん、ごめんね、アグノムさん。はい。あ、アグノム中だ。そう、アグノム中っていうね、タイトルで上げてます。すいません。アグノム中というタイトルでポケモン動画を上げている方です。まあ、正直、僕の動画を見ている方だったら多分、てか僕の動画を見るぐらいポケモン動画をね、漁ってる方だったらもうアグノムさんの動画なんてね、知ってるだろうっていう感じなんですよ。ね。だから別に、俺の下調べが少ないとかそういうことじゃなくて、まあみんななら見てくれてるだろうっていう前提で話を進めています。で、なんだろう。個人的な話になるんですけど、僕ってその、第5世代の実況者と、その、対戦するっていうか、その動画で対戦するのは初めてなんで、まあ、これはしぎりにね、第5世代実況者たちをね、僕のね、下僕として、で、僕としてね、まあ、下していこうと思います。はい。で、今回使用するパーティーなんですけど、今回使用するパーティーは、まあ、アミュさんってその、すごい、カバル海流じゃないけど、まあ、カバルドンとか海流とかをね、まあ、アグノムと一緒にいっぱい使ってるイメージが強いんですよね。なんで、今日は僕も、カバル海流でね、行きます。はい。この、パーティーで、アグノム中をね、僕の軍門に下したいと思うので、皆さん応援よろしくお願いいたします。ルールはシングルレート順調なので、テンパートナーズとは関係ありません。では対戦の方までカットさせていただきます。対戦の方へどうぞ。はい、まあね、もうフレンド登録はしたので、あとは待つだけですね。さあ、僕のね、このカバル海流で、あの、なんか、青いなんか、宇宙人みたいなやつ、ぶっ倒してぇな。早く来ねえかな、アミュさん。出た。アミュ。アグノム中をご存知でない。いや、ご存知なんだよな。うん。今からね、アミュさんは僕のことをトラウマと認識する日になるでしょうね、今日は。残念に。かわいそうだ、アミュさん。今日のことを一生忘れられないだろうな。あのね、この対戦ね、もう僕に部がありまくりングなんですよ、マジで。今ね。なぜかというと、僕さっきか家に帰ってきたんですけど、アミュさんも帰ってきたんですよね。で、僕の方が若干家に帰ってくるのがアミさんより早かったんで、あの、僕は飯を食ってたんですよ。僕は飯を食ったんだけど、アミさんはね、食ってないんですよね。これは僕の思考回路の回り方が全然違うんで、はい。あ、違う、交換じゃない、違うっつってんだろ。対戦だ、対戦。シングル、フラット、ハンデなし、ハンデありでもいいけどな。ね、だから飯食ってるか食ってないかってすごいね、対戦に影響すると思うんですよね、僕は。まあ、なんで、そこのとこ考えると僕が有利かなって思うわけです。今回シングルフラットルール準拠にした理由っていうのは、まあ、なんだろうな。皆さんがこの対戦で見たいのは多分、まあ、視聴者のニーズ的に、やっぱ、ガチ対戦だと思うんですよね。そういうエンタメ的な感じというよりは。まあ、なんで、ガチ対戦を、その、見ていただくためにシングルレート順序にしました。あ、ちょっと待ってくださいね。なんか、アミさんからチャット飛んできたんで、一旦カットします。はーい。はい、戻ってきました。そうですね、アミさんのパーティーを送ってもらうの忘れてたから、何をしようとしてたんだ、俺は。はい。アミさんのパーティーが、アグノム、ジャローダ、リザードン、スイ君、ランドロス、レイジューランドロス、ケシンボルトロス。はい。なかなかね、その、ボルトロスとかいうポケモン結構きついんですけど、これどうしようかな。
まあ、そうですね。こちらとしては、まあ、ボルトロスは出ると思うんですよね。さすがに。ボルトロスとジャローダも出そうだな、なんかな。いや、ジャローダは逆に出ないか。あー、これ、普通にサイクル戦パーティーで来ればよかった。なんであの人カバ回遊出してこないんだよ。クソが、舐めやがって。いや、でもこれは、アグノム中の誇りにかけて多分アグノムは出すはず。ね。いや、アミさんはもう、だって第5世代から実況始めてる方ですよ。そういう視聴者を楽しませるっていうね、点では、僕よりも長けているわけですから、そういうアグノムを出さないなんていうことはしてこないはず。だから、ボルトロスとアグノムは確定。で、ボルトロスとアグノムできついのがバンギラス。で、バンギラスを見るために、スイ君かレイジュランドだけど、スイ君、いやー、レイジュランドロスだと思うんだよな。レイジュランドが来ると思うんですよね、僕的には。となると、割とファイアローがね、刺さりますね。てか、ファイアロー刺さってんだ、普通に。マジ。じゃあ、ファイアロー外で行こうかな。僕のファイアローは陽気ハチマキなんで、ボルトロスにも10万ボルト打たれる前に、ハチマキフレドラを叩き込むことができます。叩き込めるんだよ。で、ちょっと待ってね。ちょっと待って、でも、ハチマキフレドラ耐えないかな？どうだろう？このボルトロス、そのボルトロスね、耐久振りかどうかも、まあ、多分耐久結構振ってるだろうけど、まあ、一撃耐えそうだな。ずぶといだったら。陽気だからな。ここはカバルドン先発でいいか、素直に。そうだな。カバルドン先発でいって、迷うな、これな。カバルドン先発で行くのはありだけど、そっからだな、そっから。このリザードンは X。アムさんの動画で見た。X。多分 X。多分 X なんで。どうしよう。あれ？これ、エルフン結構刺さってない？エルフン刺さってません？エルフンいけるな、これ。エルフン出しましょう。ファイヤローとエルフン、ファイヤローか。ファイヤローいるか？刺さってるっちゃ刺さってるけど。でも、ジャローダ出てきた時はきついから欲しいな。だなぁ、ちょっと待ってよ。カバルドン、ファイヤロを、エルフン。これかな。僕はね、視聴者を楽しませるとかね。そんなね、そんなこと考えないんですよ。僕はルカリオを出してほしいってみんなが言うかもしれないけど、俺は勝つためにやってるわけだから、アミさんもそうだろうけど、アミさんは多分アグノムを出してくるわけですね。アミさんは多分アグノムを出してくるけど、僕はそんなこと関係なしに、ルカリオにはおねんねしてもらいます。はい。なんで、今回僕は、ファイヤローエルフーン。じゃあ、カバルドンファイヤローエルフーンでいきます。よし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 。選出決まりましたって送っとこ。では対戦の方まで一旦またカットします。カット。はい、それではそろそろ始まりますんでね。はい。では、よろしくお願いしますと。打って。はい。では、こちらは、さっき決めた通り、カバルドン、ファイヤロー、エルフンでいきます。はい。アミさん対戦よろしくお願いいたします。来たー、アグノムチュー。アグノムチューをぶっ倒すために、俺はこの栄光杯、参加を決めたと言っても過言ではない。まあ、アミさんが参加してるって聞いたのは、僕が栄光杯参加するって決まった後なんだけど、普通に来たか。
なんかアグノムあたりから来るかなと思ったんだけど。どうすっかな、ファイヤローに一旦引きますか。即引きですね、ここはもう即引き。ヘビに睨まれるかもしれないけど、ここは即引き。あ、でも初手だから素直に来るんじゃないかな。アミュさんはどっちかで言えば、その、初手は素直に行動してるイメージがあるんだけど、どうだろう。なんか最後の最後の方でヤンキープレイかましてくるイメージもあるけど。てか、なんでこのおしゃれ、ね、ニックネーム。こっちは唐揚げくん投げます。リフさんもよしよし素直に来た。よしよしよし。ここはブレバでいいかな。ここはブレバでいいはず。あー、いやフレドラの方がいいかな。スイ君がいるかもしれないってこと考えると、トンボが一番いいんだけど、でもスイ君いないと思うんですよね、個人的に。まあでもここはブレバでいいか。いやちょっと待って、ブレバは甘いじゃないかな。ここは、ボルト読みでフレドラで引っ込める。誰だ、マーキュリー、スイ君くせ。あ、ボルトオッケー、ボルトはオッケー。吹っ飛ばせ。あ、全然効かねえ。勝って落ちるか落ちないかじゃねえな、これ全然落ちねえな。まあ、でもこんだけ負荷を与えたのはでかいぞ。ここは、多分、お盆持ってるってことは、挑発も持ってるでしょ。挑発、ボルトチェンジ、目覚めるパワー、氷、源氏波だと思うんですよ。ここは、カバルドンに交代で。多分、まだ落ちないもんね、これ。この体力だと。僕の勝手な思い込みですけど、多分落ちないんですよ。あ、ここ引っ込めるか、強いな。ここはそうだな、ここはですね、ここはステルスロックでいいかな。ここはステルスロックでいきます。リフストーム外さない？外さない。次耐えるんで、はい。これでグーンと上がっちゃうのは痛いですけど、しょうがないです。あくびにしようかなと思ったんですけど、ラムの可能性全然ありますからね、太郎だって言ってものは。よしよし。ステロ負けたの相当でかいですね。ここは一応、ホエールで選択しとこうかな。まあ、カバルドンは仕事してくれたんでいいでしょう。ここは素直に、唐揚げくんを出します。そうだな、ディザードンの起点にされるのが一番嫌か。ここはブレイブバードで、さすがにジャローダ捨ててくるんじゃないかな。って思うんだけど、
どうでしょう。で、リザードンだとしたらラス1が。ラス1、リザードンだとしたら羽休め持ってるんですよね。それがきついな。アミさん悩んでますけど、ジャローダ残す意味って、なんかあんのかな。まあまあ、まひまきできるからな、ジャローダは。ヘビニラに乗ってから。ああ、まあ、捨ててきたか。カバルドン倒すのが、こいつの生きがいみたいなとこあるから。よし、ジャローダ突破。てか、ゴツメだったのか。ゴツメ痛いな。ギリ耐えるけど。ギリ耐えるけど、マーキュリー、これ落としてくんないかな。メザコーリで、メザコーリ、ボルトチェンジどっちで来るだろう。どっちにしてもブレバの方がいいか。あのディザードンだったらなんとかなるんじゃないかな。相手がディザードンだった場合、じゃあ、ラス1ディザー読みでブレイブバード。これで落ちてくれるとだいぶ楽です。落ちねえか。まあ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 、まあ、しゃあないしゃあない。あ、ボルちゃん、じゃあヘルフン投げて、どうしよう。ここここなぁ。てか、ボルトール、ずぶといボルトってどんぐらいエース打ってんだろう。ちょっと待って、ね、待ってか、そもそも順、まあ、順天だからって、こいつはさすがに SV だよな。身代わりから入ってみるか？身代わりから入って、身代わりからで。電磁波とかしてきてくれたら同じ。よし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 。ってことは S はこっちが抜いてんだな。一旦コットンガード積むか。ラス1のこと考えてディザードンだとしたらコットンガード積んでおいた方がいいよね。コットンガード積んでおきます。ラス1ギザ1点読みですけど、まあ、ランドでもいいんだけどね。メザ氷ここ、もう一回電磁波巻いてくるとかあるかな。電磁波巻いてきても、もうコットンガード一回積んだからいいか。ここはムーンフォースで。矢釣り際外しが怖いんで。これ悩んでるってことは、ラストディザードンかデイジューランドロスだと思うんですけど、僕は。そうでしょ、アミュさん。アミュさんじゃねえな。アミュさん。てか、アミュっていう名前言いにくくないですか、アミュさん。アミュっていう名前言いにくくないですか。電磁波、あ、マジか、電磁波から来たか。強いなぁ、それ。ここ動いてよ。よし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 。まあまあまあ、動いてくれたから、ありあり、全然 OK。レイジューランドだったらすっげえ楽なんですよ、これ。リザードンだったら、まあ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 、でもまあ、電磁波、なぁ、電磁波、低レイヤー。よーしよしよしよし。これは相当有利ですね。なんか変な技持ってない限り大丈夫。ここは身代わりで入ります。
ちょっと。ビルドアップちょっと。雲行きが怪しくなってきましたね、これ。いや、まだ大丈夫。いや、てか、なんだこのランドロス。ちょっと宿り木入れとくか、先に。怖いぞ、これ。動いてよ。頼む。動いてね。当てて。オッケー、当てる。いい子だ、お前。いい子だ。霊獣ランドロスに種植え、種付け。オッケー。で、今こっちが B1 段階上昇と同じ状態ですね。相手が2段階上昇してるから。ここは身代わりから入ります。おかしいなー。あれれー。おかしいぞー。おいー、そろそろ動い、ちょっと動いてほしいかな、まあ。宿り木入っただけでだいぶあれだけど、てか、なんだこれ。アグノム出さないじゃないか。アグノム出してこなかったぞ、この人。何やってんだ。ここはコットンガードで。よしよし、動く。これで6段階上昇。地震。あ、もしかしてメインウェポン地震しかないんですか？ビルドアップとは何ですか？わかんないけど。よし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 。これ、俺のトーク力がまた試されてるな。いや、トーク力でもね、第5世代実況者に勝っていかないとね、この先はないんでね、僕に。はい。いやー。ないなぁ、話すこと。ここは身代わり、てか動いてよ、身代わり張るのはいいんだけどさ。よしよし、動いた。よし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 。これはもう決まったんじゃないかな、勝負。さすがに、どんだけ運悪くても僕が。僕がどんだけ運悪くてもさすがに勝てるんじゃないかな。よしよし、食べ残しもあるけど、徐々に体力奪ってますね。ここはじゃあ、もうムーンフォースで押していきましょう。もうどんだけ攻撃力を上げようってね、僕の敵ではない。入るねー。さあね。このモンジャラっていうニックネーム、すごい秀逸だよな。俺の才能が溢れ出る、そんなニックネームですね。てか、低レイヤーって何なんだろう、わかんないや。よし、ムーンホース。地震、身代わり壊れないでしょ。多分。急所とか当たんない限り。よし、動く。これで落とせ、もう勝ったんじゃないかな。落ちないかな。よーし、勝ったでは、アミさん、対戦ありがとうございました。よーし。では、後語りの方までカットさせていただきます。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。ここからは後語りになります。今回の A 後輩、バーサスアミさんのね、試合をもって、バチタイムシングルレートというシリーズ、また A 後輩の僕の対戦はね、終了となります。ここまで見てくださった方々、本当にありがとうございます。はい。新しいシリーズの方はすでに始めていて、投稿目の方に貼っているので皆さんよろしくお願いいたします。うん。なんていうか、A 後輩に出て、まあ、感想っていうか、まあ、楽しかったっすね。すげえ、単純な答えになっちゃったけど。うん、やっぱし実況者大会っていうのは負けたら悔しいし、勝てた試合は嬉しいし、こう、なんか、普段のレートとはね、やっぱ違うものがありますよね。まあ、またこういう大会に呼ばれるようにこれからも、対戦動画を上げていって、精進していきたいなって思います。はい。で、僕の動画の A 後輩の対戦は最後って言ったんですけど、
一応まだあるかもしれないということだけ言っておきます。かもしれないっていうのは、ツイッターの@栄光杯で検索していただくと、栄光杯公式アカウントっていうのがあるんですけど、そちらのツイートを辿っていただくと、視聴者参加型でアンケートを取っていて、誰と誰の試合を見たいかっていうのをアンケートで取ってるんですよね。なので、そちらの方にリプを飛ばしていただいて、リプっていうかその、リプを飛ばす用のツイートがあるので、そちらにリプを飛ばしていただいたら、僕もしかしたら、まあ、僕の対戦は実現するかもしれない。まあ、しないかもしれない。そこはね、皆さんの投票次第です。まあ、別に僕に入れなくてもいいので、興味のある方は、ぜひ、大会の栄光杯のアカウントの方にリプを飛ばしていただいたら嬉しいなって思います。はい。まあ、これからもね、オーラス館長、続くと思うんですけど、皆さん、これからもね、僕ことね、バッチをよろしくお願いいたします。ということで、はい。うん。では、ご視聴ありがとうございました。本当にこのシリーズ見てくださった方々ありがとうございました。次のシリーズでもよろしくお願いいたします。失礼します。